ソラ。はい、何ですか。ソラチのことじゃなくて、雨止んでるよ。雲も全然なくて、それで星はバッチリ見えてます。邪魔な月も今は沈んでるわ。絶好の観測日和ね。で、何を観測するんです？基本的な星座の位置を観測するのはどう？いいね。俺、星座のことあんまり知らんから。うん、それじゃその方向で攻めるか。それではオリオン座あたりから行ってみましょう。東南の空を天の川沿いに見上げてください。綺麗に並んだ3つの星が見えるはずです。オリオンの3つ星だね。この星の名前は何でしたっけ、部長。上からミンタカ、アルニラム、アルニタク、どれもアラビア語が語源ね。どういう意味なんですか？ミンタカはアルミンタカ、アルジャウザから巨人の帯って意味よ。そんでもってアルニラムは真珠の糸、アルニタクは帯を意味しているわ。すごい。もっと褒めていいわよ。これ以上調子に乗らせないでください。生意気言うな。それよりオリオン座本体の話をしましょう。今の三つ星を中心としてこのラインがオリオン座です。以前にお話ししたベテルギウスとリギルという2つの明るい星を有した星座です。人の形してるね。はい、ギリシア神話においてオリオンは体の大きな狩人でした。次は天の川を挟んでオリオンの反対側にいる双子を教えるわよ。カストルとポルックスですね。その通り。星占いの双子座のことですか？そうよ。カストルとポルックスはギリシア神話に登場する双子の名前。その2つの明るい星を含むこのラインが双子座と呼ばれています。うんうん、なんだか可愛い形だね。うん、可愛いよ。オリオン座と双子座の上に目を向けますと、お牛座と御車座が見えます。お牛座の中に私の星があるんだよね。スバルの？ああ、プレアデスのことだね。そうだよ。そしてそれらのさらに上に目を向けてください。ほぼ天頂方向ですね。つーか、ほとんど真上だな。そこにいるのがメドゥーサ退治の英雄ペルセウスよ。どの形には見えないんだけど。確かメドゥーサの首を持って剣を振りかざした男の姿なんだよね。心の目で見なさい。ちなみにこのアルゴルという星がメドゥーサの首ね。語源はやっぱりアラビア語。意味は何ですか？ラス・アル・グール、すなわち怪物の首。怖っ。それじゃ気分を変えてそのお隣、アンドロメダ星雲の本体
アンドロメダ座よ。ペルセウスが助け出したお姫様ですね。ペルセウスよりも巨大なのです。ペルセウスって背の高い女が趣味だったのかな。だから心の目で見ろってば。ちなみにそのお隣にはペルセウスの愛馬であるペガサスがいます。前に説明しましたね。流星流星流れ星。見逃しちゃった。そっか、もうすぐ。はい、双子座流星群の極大が来るのです。極大？流星群が一番多く降り注ぐ時のことです。14日あたりがピークだって話だけど。早速始まったか。軌道上に残していった残骸が地球の大気圏に突入して燃え尽きる際の発光現象です。でも大体期待するほど流れないんだよね。せっかくのチャンスなんだし、流星雨と呼ぶにふさわしいくらい降ってもらいたいものね。ワクワクするね。充実感？確かに、こりゃハマるな。部活、くら替えしちゃう？掛け持ちだったら考えてもいいかな。そいつは乾麺だな。ケイも、なんだか嬉しそうだね。でもないと思うけど。その割には望遠鏡を大事に抱え込んでるわね。わ、そうですね。オッチーはまだ観測してる。はいはい、いい眺めなのです。どう？みんな、自作の望遠鏡で見る夜空は一味違うでしょ。はいはいはい、感動しました。同感同感。まあね、核のごとく自分で何かを作り何かを成し遂げるというのは実に素晴らしいことであるわけよ。私が天文台再建計画を立てたのもひとえにみんなで何かを成し遂げたいと思ったからなのよ。おー、みんなうまく乗せられちゃって。おだまり、いいこと言ってるんだから黙って聞きなさい。はい。たかが一地方都市のたかが一クラブが星々の世界への情熱と友情で天文台を作り上げる。これを偉業というのよ。青春の1ページなどという枠には収まりきらない壮大な歴史的偉業。
アマチュアレベルで天文台を作るって話はさして珍しくもな。ぐっ、黙れ敗北主義者。それにこれはただの天文台じゃない。先人の夢の残骸を現代の我々が復活させるという意味もあるの。この計画が成功した時、私たちは絶大な達成感とともに先人たちが抱いた星への思いをも知ることになるのよ。これはもう想像もつかないほどに素晴らしい体験になるはず。そしてはここにいるみんなとその感動を分かち合いたいと思っている。だから私についてきてほしい。すごいです、部長。そんな深い考えがあったなんて。先輩が真面目に喋るなんて。なんか引っかかる言い方だけど、まあいいでしょ。そんじゃ大まかな話をするわよ。これは簡単な概念図。巨大な反射望遠鏡とそれを収める建物、つまり天文台そのものから成り立ってる。建設作業は望遠鏡チームと天文台チームに分かれて行うことにする。望遠鏡チームはとにかくでっかい反射望遠鏡を作るのが仕事よ。精密機器をいじるわけだから手先が器用な人間が向いてるわね。で、天文台チームは望遠鏡を収める建物を作るのが仕事。土木工事がメインだから体力がないときつい。そして最後に進行管理やその他の雑務をするサポートチーム。さあどれにする？どれにしようかな。あんたちっこい機械とかいじるの好きじゃなかったっけ？ことは望遠鏡かな。私はやはり天文台の方がいいかもしれませんね。うっかりドジで高い精密部品壊すわけにはいかないものね。大きなお世話です。よし、サポーターは俺とセリに任せろ。あんたどっちもめんどくさいんでしょ。いやいや、縁の下の力持ちになりたいのさ。ヨタ、偉い。ふっふっふ。どうだかね。人のことより、ケンはどうしたいんだ？僕は、どうしようかな。これはとりあえずのものだから気軽に決めていいぞ。後で変えてもいいし。私と一緒に望遠鏡作ろうよ。僕のことを当てにしてるんでしょ。うん。じゃあとりあえず望遠鏡ってことで。わかった。私は体力的に天文台チームに入った方が良さそうね。体力は無駄に有り余ってますもんね。そうよ、私は常に元気はつらつなの。皮肉なんですけど。知らんな。
よろしく、シノノメ。そんじゃ、簡単な作業内容の説明をするぞ。はい。まず、全体の基本的な設計図や仕様書は私が作る。それをもとに、それぞれのチームがより細かい作業に移る。望遠鏡チームには要求するサイズやスペックを満たすような設計図を書くところから始めてもらう。なんか難しそう。専門知識とかちょっと自信ないな。大丈夫よ。え？友情だとか青春だとかそういうのでなんとかなるでしょ。うん、なるなる。めちゃくちゃですね。あはは、私は前から知ってたよ。あんたらって。で、次に天文台チーム。これの設計図は、私が書くことになるな。あんまり予算がかかるようなものは許しませんよ。部の威信をかけた一大事業だってのに。とにかく節約です。考慮はしよう。で、図面を描く前に資料集めを手伝ってもらうことになる。はい、わかりました。図面は次の合宿までには完成させる。で、実作業に入ったらドカチンドカチン働くっと。説明は以上。何か質問はないよね。じゃ、よろしく頼むぞ。それじゃ、これで今回の合宿は終了。解散してよし。お疲れ様でした。ちょっくら銀霊亭でも寄ってくか。私も行く。星見さん。おはよう、りっちゃんにりょうたくん。なんだよ、にこやかに笑いやがって。くそ、お前ら試験がないと思って。しょうがないでしょ、早坂くん。だって私たち転校生だもんね。ぶん殴りて。反対。朝から元気だね、君ら。おはよう。そっか、君らは試験免除だっけ。そうなの。だからね、二人で自習なの。いいね、面倒がなくて。お前は頭いいからいいだろ。まだ俺は
そういうこと。やだな、赤点なんか取らさないよ絶対。分かってるよ、任せとけ。来学期からは扱い同じでしょ。冷や汗垂れてるよ。ま、来期からは頑張ってくれたまえや。大丈夫だよね、ね、ともちゃん。なるようになるから別段難しいものでもないし、そんな大層な身分じゃないよ。適度に上の方だけどね。そこに美目秀麗も加えておくのが礼儀だよ。授業を受けてればいいってだけの話なんだけどね。うちの学校、教える方も優秀だし。頑張ってみれば。率直な意見だね。さて、教室に戻るかな。自習時間って結構手持ち無沙汰になるよ。二人っきりなんだね。
やらしいことしちゃダメだよ。二人とも調子はどうかな？キャもうやっぱり慣れてるね。そんなことないもん。ちゃんと自習してたもん。その割にはノートは空白ばっかりだね。それとさつき飴はさみだれだよ。え？漢字は難しいけどね。頑張ろうね。ごめんね。どうしたの？これからは私が見張ってるからね。もう怠けられないよ。わからないとこあったら質問してね。これ教えて。はいはい。うん、順番に見るからね。わかったかな。ありがとう。やっぱりりっちゃんの説明はわかりやすいね。それじゃ確認するためにしののめくんに説明してあげて。ね、おや、発見。部長、試験は？試験？私にそんなものはないよ。先輩、どうしたんですか？いや何、通りがかったら覚えのある声が聞こえたから。かなり響いてたよ。それよりちょうどいい。今日も部活あるからな。試験ですよ。うん、知ってるよ。考えが甘い。やると言ったらやる。それじゃ待ってるよ。